2013年7月21日、某自治体の開票所で比例の開票立ち会い人として見聞きしたことをここに記録します。午後8時30分までに開票所に入った。すでに数名の立ち会い人は着席していた。全員が揃ったところで、総務部長と思われる人が開始にあたって簡単な説明をしてくれた。それに対して質問をぶつけてみた。開始午後9時までにはまだ時間があった。音声の記録より抜粋、氏名は消しています。どこでも自由に見れるということでよろしいんですか？無駄に、むやみに立ったりすることはできないんです。ここだけですか？そうですね。近くで見れないんですか？ここでも見えますので、そこでこう見てもらうという。機械の近くに行って見ることはできないんですか？ここはできないですね。ここに座ったままということになります。それはどこかに書いてるんですか？こちらで公衆の中に書いてありますので、開票管理者の方でそういうふうに当日書を書いてありますので、それに従ったような形になりますので。それ見せてください。それはあとよろしく。これは法的には何にのっとってやってるんですか？公選法かなんかですか？開票管理者、ここの開票の総括責任者になりますので、その指示がこういうふうになってますので、それに従うような形になっています。その、動いちゃいけないとどこに書いてるんですか？こちらの方に書いてございます。どうですか？これカメラもダメなんですか？そうですね。総務省に確認したらいいという回答あるなんですけども、一応こちらの方ではダメだということで、こちらで決定しておりますので、それに従うような形になります。いや、法的根拠はどうですか？ですから、こちらが開票管理者の方でそういうふうに決定しております。それは分かりますけれども、最高責任者はやはり開票管理者ですので、それに従うような形。だって法律にのっとってないとまずいでしょ？でもカメラを撮られたいということなんでしょうか？はい。でも開票立ち会い人の方というのは、これをずっと注視して見ていただくのは一応役目ですので、カメラを撮られるとそれはちょっと見るあれが外れてしまうと思いますので。外れるとどういう意味ですか？結構カメラを操作したりなんかすることによって、これはずっと見ていただくのが開票立ち会い者の方ですので、それに従うような形になります。ちょっと今の意味わからないんですけどね。ファインダーを落として見てればいいんじゃないですか？でも操作もありますので、それはやっぱり肉眼で見ていただけます。それだったらカメラこう脇に置いてみますよ。それはダメですよ。ちょっとおかしいですね。形になりますので、ちょっとおかしいんじゃないですか？総務省に確認したらカメラ持ち込みいいっていう話、今ネット上で流れてるんですよ。それは分からないんですけども、それは開票立ち会い人の方っていうことの話ですか？もちろん参加人、もちろんあちらもですよ。参加人の方はそれはこちらの方としては一応許して許可しておりませんので。その法的根拠はどこですかって聞いてるんです。開票責任者が一応ここの執行の最高の責任者になりますので、その方にやっぱり従っていただくような形になります。だからそれも一応公選法とかね、法律にのっとってないとおかしいわけですよね。でもただそれはここの開票を一応中止というかこう確認していただくのが一番の目的ですので、それはちょっとこちらの方では、我々は不正がないように立ち会うのが目的だと思うんですよね。ですからちゃんときちんとこちらのを見ていただく。だったら近くへ行ってみるのが一番のあれじゃないんですか？一応こちらの方ではむやみに立たないようにということで一応お願いしてます。それに従うような形にしていただく。それの法的根拠はどこですかって聞いてるんです。開票管理者の方でそういうふうに決めておりますので、それじゃあ開票管理者にこれ聞けばよろしいんですか？開票管理者がじゃあこれやめますと言えばそれで結構なんですか？一応開票管理者の方が最高責任、ただこの公示書の通り一応していただかないと困ります。困るっていうのはどういう意味で困るんですか？やっぱうろうろされてはやはりちょっとあれで、ここで見ていただく分についてはそれはここから見れば十分見えますので。いや、もう死角になってるかもしれないじゃないですか。いや、ここから見る分については全部ならないようにはちょっとしてますので。全部は見れないでしょう。近くに行ってみないと白おかしいんじゃないですか？開票立者につきましてはここにずっとおかけくださいということで少しお話書いてますので、その通りにしていただかないと。じゃあ開票管理者にちょっと掛け合ってよろしいんですか？これもし修正するんだったらできるんですか？修正それは
できないですね。やっぱりこちらでは今までそういうふうな、いや管理者が OK と言えばいいんじゃないんですか。そうじゃないんですか。一応あの開票管理者が許すってことであればそうなるかもしれないですよね。今まではそういう例はございません。まあ例は関係ないですよ、うん、それは過去のことは過去ですから。じゃあ開票管理者にちょっと問いただしてみてよろしいですか。それが秩序を乱すことになりますので。いやいや乱してませんよ別に。あなた開票管理者じゃないですか。ではないです、うん、じゃあそうですよね、直接掛け合ってよろしいですね。まあ、一応あの開票管理者ということで、それは確かないことだと思うんですけど。じゃあちょっと聞いてみます。はい、ただ南屋から上からですと、ですね、カメラとかですね、はい、使っていけないと書いてますね、はい、これはどういうことに、あの総務省とかに、はい、あの確認して、あの OK だというね聞いた人がいるっていうネット上で流れてるんですよ今、はい、ですから私はそのつもりで来たんですけどもね。ちょっと待ってくださいね、はい、ですからこれは何の法律に基づいてやってるんですか。どっかに法律ありますか。いや法律っていうよりも秩序を乱さない。乱さなきゃよろしいんですね。ビデオカメラ使ってもいうのと、カメラは今まで使ったことないです。いや過去のことは関係ないですよ、うんね、これ、うん、過去は過去ですから、はい、今は不正がないように我々は立ち会うために、そのためにはカメラもね証拠として撮るとかね、そういう重要性を感じてるから私はカメラを使っていいんじゃないかなと。で総務省に確認した人がいるには OK ですよっていう話も聞いてるんですよ。だったらこういうふうに決めるんだったら、なんか法律に基づいてんだったらねしょうがないですけども、基づかないで単なるローカルルールでね決めるっていうのはちょっとおかしいじゃないですかって。どうなんでしょう。カメラを使いたいんですか。はい使いたいです。今まで例がなかったとか。ないですね。今はね例関係ないです。それは不都合があればね、ルールで皆さんにやっていただいて、過去は過去ですよ。過去は過去ですよ。別に過去が全てがいいということじゃないでしょ。どうなんですかこれは。あと動き回っていただきたいと思います。気持ちは分かりますけども、それはね何かの根拠があって基づいて言わないと、単なる主観でね言われても我々としては納得いかないわけですよ。そうですよね。法律に基づいて我々ってこう立ち会いにも来てやってるわけですよね。で中身もちゃんと法律に基づいてないとおかしいですよね。はい、聞いたというのは、ただホームページがなんかそのホームページご覧になっただけなんですよね。あのあるあの評論家の方がですね。評論家の方ですね。皆、さんご自身で確認されたわけではないじゃないですか。ですよね。はい、ただそこでこちらのその見る必要も何も今ありませんので、うん、もう間もなく。じゃあ聞いてみてください総務省。いや今の段階ではちょっともう執行しますので間もなく進めていきたいと思います。動けないんですか我々ここから。そうですね。その通りここで。カメラも使えないんですか。そうですね。そういうふうに書いてある通りです。どうしてそういうことをするんですか。不正があってもわからないじゃないですか。不正がありませんので、それでいやありませんので、あると思うか、あると困っちゃうから我々立ち会ってるわけですよ。ないように。そうですよね。なかったら我々来る必要ないんですから。そうでしょ。今までありませんし、そういうことはできるすべもなりません。過去は過去ですよ。今日あるかもしれないですよ。いやそれは考えられないです。いやそれは単なる、それは単なる予想であってね、あの不正をする理由が何もないです。この選管職員がそういうことをする選管職員を疑ってるわけじゃないです。この通り、その通り流れの中で我々はその適正にここに乗っててやってるだけですので、それは分かりますよ。それは分かりますよ、ね、選管職員も分からないところであるかもしれないです。気がつかないところで、そういうために我々というのは
ね、見逃さないために来てるわけじゃないですか。それを見逃すのも制約の位置からやっぱりこれは見えると思います。これは確認できると思います。この視点のところから視線の先からスルスルしようがありませんので、間近のここから見えますので、これを取ってしまうと取ってしまいますからね。見えますので、こちらも開いてしまうと、こっちも開いてしまう。なんであっちカメラ使っているのに我々がダメなんですか。カメラ使ってますか。え、あっちはいいんでしょ。参加人の方からではいいです。ただこちらの方の立ち会いの方は、こちらを専念義務がありますので、それはずっとこちらの見るということですか。え、見るということですか。でここから見ていただくのかと。あ、カメラ使うと見れない、見ることをなくすという意味ですか。それは、あの、それは専念できますか。できますよ。それはそれできます。それカメラはカメラ、今別にこれ覗かなくてもできるんですよ、今のカメラって。それは盗撮的な形になりますので。盗撮？盗撮こう置いて見るんですよね。え、盗撮って言いました、ね、盗撮的な感じになるんで。盗撮じゃないでしょ。こうスカートの中見るわけじゃないですよ。開票通りに進めていきます。大事だと思いますけど、はい、見えるかというのは大事だと思います。この分から見ていただければ、お一人お一人の立ち会い人の判断によって、私はあの座ります、私は立ちます、そういうやり取りを話し合いの中でやるのがいいんじゃないでしょうか。意見として述べられているでしょうか、検討したらどうですか。協議をしてください。そういう事例があったということで一歩前進しますよ。それは立ち回って、民主主義ってそういう一人の意見を大事にするんでしょ。それはそうです。検討してください。事例があった限りは検討するのが民主主義です。立ち回るってことは今までは確認したことないです。それはどうなるか分かりません、未来のことは、はい、今現実に主張があるんでしょ、ご意見があるんでしょ、検討してください、きちんと検討してください、はい、門前払いは良くないです、はい、そういう意見があったということは大事です。一人の意見を封殺するのはね、民主主義ではないと思う。皆さんこんばんは。大変ご苦労様でございます。まもなく開票事務が開始されますが、開票事務の開始に先立って 2,3 注意事項を申し上げます。まず開票立ち会い人については所定の教書をつけ、開票が始まりましたら所定の場所からむやみに離れないようにお願いいたします。また従事者についても所定の教書をつけるとともに、作業中にポケットに手を入れたり不要な死亡をすることのないよう留意願います。なお参加人の方々におかれましても、静粛にしていただき会場の秩序を乱すことのないようご協力願います。特に会場内での携帯電話、ビデオ、カメラなどの使用は報道関係者など許可された以外の方はご遠慮願います。では各投票所からこの開票会場までの送致中に投票箱に異常がなかったかどうかを立ち会い人により確認していただきます。